上野京藩から1888年4月11日は、明治時代の日本の外交官、薩摩国鹿児島軍出身。英学に明るく、明治維新後にハワイの元年者移民問題などにあたり、中米、英、欧などの全権講師を歴任。後に、元老院議官となった。趣味は油絵。明治6年5月、内閣に定義した李氏朝鮮との、 修行条約締結問題における意見書は、政官論の端緒となり、明治6年政変を引き起こすこととなる。天保15年12月1日、薩摩国鹿児島近在市親村にて、当通寺大輔と雪夫妻の長男として出生。通称は圭介。安政3年、長崎にて蘭学を学ぶも、後に英学に転じる。文久2年。 英学をより学ぶため上海に密航。翌三年幕府の横浜佐幸断班施設団、池田城発一行の上海機構に空し、東欧を田てるも失敗。長崎に創刊される。源氏元年、薩摩藩が設立した洋学教育学校、改正所にて、区等紙となり、森有則の創設者等に英語を教える。後にイギリスとの接唱役。慶応元年、 奄美大島の製党工場建設に携わったアイルランド人技術者トーマス・ウォートルスの通訳を務める。慶応4年、寺島宗則の引きにより、明治新政府において外国事務局雇用係。明治元年3月、横浜裁判所雇用係。同年3月明治2年、日本最初の造兵機械購入のため香港左遣、明治2年4月、東明大係。 文譲書がかりに献金。イギリス人技術者、リチャード・ヘンリー・ブラントンと共に、三子元島東大、柏崎東大、洋島東大、六連島東大、佐田三崎東大等の建築に携わる。同年7月、進化兵発行に関し、大倉大輔、大隈重信の邸宅にて、大熊、中井広町田ひ成等と協議。同年8月、民部監督制。 明治2年9月から明治3年2月までハワイ左県。先立ってハワイ王国へ集団移住していた日本人、いわゆる元年者が現地にて労働環境など様々な問題に直面し、それが国際的に報道されたため、政府の命により特命全権行使として米機船ジャパン号でハワイに赴く。帰国希望の日本人40名。 た三名が帰国し、王国側は移民の募集を行った、ハワイ国中日総領事、友人ン,ンリードの罷免を確約。明治三年五月、民部権省進む。同年六月から明治四年八月まで、大蔵大進む。特別弁務士として、英国左権。左権に、前島ひそか。鉄道敷設のために、日本政府が、ホレーショネルソンー。 全新国総税無視との間に結んだ資金借り入れ技術者雇用等に関する契約において例による不正行為が発覚した件で大倉所有伊藤博文の命を受け英国に赴き契約を破棄するオリエンタルバンクとの間で鉄道建設用外債募集契約に成功また租税婚の神この前後民部鉄道係の井上勝 英国人技師長、エドモンド・モレルたちと共に、鉄道敷設工事を進める5月7日には、日本初の鉄道、新橋駅横浜駅間18マイルが仮開業。明治4年9月、横浜運城所、初代長官。この前後、旧幕臣、八重岡清三郎の長女、幾子と結婚、後に4人の子供を設ける。孫には慶服。明治5年2月、 大倉省三党出資。同年6月、渋沢栄一、ゼガツ、栄一、井上薫たちと連名で、全員に、静止事業を起こすための県議を行う。同年9月、外務省三党出資。同年9月から明治6年まで、米国在勤。明治6年、小笠原諸島の領有権問題に関し、中日栄光市、パークスの訪問を受ける。 同年3月25日、輸入薬品試験を行う、施設の設立を求める、上申省政府に提出。同年6月12日、内閣に議案として提出した、在朝鮮日本交換をめぐる問題について開かれた閣議に出席。朝鮮より退去するか、居留民保護のため武力を用いてでも、就航条約を締結するかという旨の外務省案を提示。 同年7月から明治12年4月まで、英国在勤。明治12年、帰国途中、5ヶ月の産卵が病死、アゲンにて埋葬。同年9月、条約改正取り調べを要がかり。明治13年2月、外務大輔。外務卿井上薫の下で、条約改正交渉に尽力。明治14年7月、県議定官。同年、 物量等の渡航問題に関し、理事長により外務協代理として講義を受ける。明治15年7月より、明治17年9月までオーストリア在勤。明治18年2月から10月まで元老院議官。明治21年4月11日死去。ありがとうございます。